はい、こんにちは、ガンちゃんです。それではスカウティングレポート2019行ってみたいと思います。慶応大学の柳町達外野手紹介をしてみたいと思います。柳町選手なんですけれども、甲子園の出場経験はありません。中学の時に2年生の春全国大会を制した経験があります。柳町選手は茨城県出身で182センチの長身があります。右投げ左打ちの俊足高打の外野手です。慶応義塾高校では1年生から三塁手としてレギュラーを取っています。そして夏の神奈川県予選大会で16打数の8安打打率5割の打点3をマークして、甲子園出場とはいきませんでしたが、その後はチームの不動の3番サードとしてレギュラーをつかむことになります。慶応義塾高校時代は2年生の夏神奈川県予選で4回戦ですね、保土ヶ谷高校との試合があったんですけれども、7回裏2アウトランナー1塁2塁という局面で右中間の深いところに3ランホームランを放っています。その後慶応大学に進学の後はセンターを任されることになります。ミート力を買われて1年の春からレギュラーを任されます。1年生の時にハイアベレージを残したんですけれども、2年生3年生とちょっと若干打率が下降気味だったんですね。なんですが、まあ最後この2019年の4年生の春季リーグ、要は春のリーグに関して言えば打率を3割7分台まで戻して、もともと三振が多いバッターだったんですけれども、フォアボールを選べるようになって、要は選球感が良くなってきまして、さらにミート力も加わり、出塁率がかなり改善されたバッターと言えるでしょう。その特徴としてはスイングを思いっきり振り切って長打を飛ばすこともできるんですけれども、逆方向にミートしてヒットを放つことができる。とにかくスイングが力強く、ミート力もあるので、かなりの率を残すことができるバッター。またセンターもしくはサード両方守ることができますので、各球団外野手が不足しているチーム、もしくはサードが弱点補強のポイントであるチーム、柳町選手を上位で指名する可能性が高いでしょう。また今年のドラフトにおいては外野手、内野手、野手に関してはちょっと人材が乏しい感じがしますので、野手が補強ポイントの球団にとっては柳町選手のような外野手、もしくはこうサードも守れますから、こういった選手マルチで活躍できそうなプレイヤーに関しては指名が重複する可能性があると言えるでしょう。はい、簡単ではありましたが、これでスカウティングレポートを終了したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。